ねえお母さん、最近学校でみんな携帯電話を持ってきているよ。あら、花子も欲しいのかな？うん。携帯電話でいろいろな人とお話できたらいいなって思うこともあるよ。では今度の週末、一緒に携帯電話を探しに行きましょうかね。やったー。何色にしようかな。そして、会えなくなった霊界のお友達とのお話ができるかな。楽しみでし。でも使い方を間違えないようにしないと、便利だけど怖い道具になってしまうからね。今日は死者と話せる携帯電話のお話をしようかしらね。死者と話せる携帯電話。知らない電話番号からメールを受け取ることは今では日常茶飯事だ。そしてこれらのやりとりのほとんどは間違いだと指摘することで終わるが、私の場合は違った。この恐怖体験は身も凍る思い出しか残っていない。私の人生の最大の恐怖体験のお話だ。私はケイトという。16歳の時にこの事件が起きた。私は地獄の入り口に足を踏み入れてしまったのだ。私の父は素晴らしい人だ。父ネイクは私の高校の警備員でもあった。私は孤独であった。私には話をする友達がいないばかりか、携帯電話も持っていなかった。なぜならその時、父のもとにあれこれと請求書が来ていたので、携帯電話を欲しいとは言えなかった。私はこのまま何もかも失って中退するのだろうと確信していた。しかし、特別なことが起こった。私が教室を出て歩いていると、父が私に近づいてきて、ケイト、落とし物、これを見つけたんだ。と言い、父は iPhone を見せてくれた。父はこう続けた。これを買う余裕がないけど、お前が欲しがっていたから1年以上落とし物として預かっていたものをお前にやることに決めたんだ。私にとって嬉しい話で、少し涙を流した。裕福な家でないから、これはありがたかった。初めての iPhone から笑顔で帰宅した。その夜、知らない番号からメールを受け取った。メールを送り合う友達がいなかったので、奇妙だと思い、おそらく偶然私にテキストを送ったんだと思った。テキストを開いてメッセージを確認した。こんにちは、私はマークだ。ごめんなさい、番号を間違っています。正しい番号にメールをしてるよね。私は彼の反応に少し戸惑ったが、メールの送り主はすぐに話題を変えた。あなたについて教えて。そこから話が続き、そして私は相手の正体も知らないのに、互いにメールを打ち合って一晩中話をした。あの夜から数ヶ月が経ち、とうとうマークと会う話までするようになった。彼が私より年上であり、そして彼も高校を卒業するのに苦労していると言っていた。お互い共通点があり、同様の趣味がたくさんあり、親近感を感じた。私は彼との会話を完全に楽しんでいる間、マークには奇妙なことがいくつかあることに気づいた。まず、私たちは同じ町に住んでいると思っていたが、マークが、ここはとても寒い、と言うと、夏の真っ盛りの時期なのに、不思議に思った。それに加えて、またマークが自分の写真をいつも送ってくるが、いつもひどく青ざめていた。写真はいつもスクールバスに乗っていた。私は不思議に思うことがたくさんあったが、彼は基本的に私が話せる唯一の友人だったので、そのことを口には出さなかった。そして、私が彼と話すのをやめる理由は何もない、と自分に聞かせた。実生活の出会いではないが、久しぶりの本当の友達と思っていた。しかし、次の月曜日の朝に、私は恐ろしい現実が突きつけられることを、なんとなく予想していた。その月曜日の朝、学校集会で、
生徒全員が追悼の動画を見た。学校は昨年の冬に遠足として出かけたスクールバスの悲惨な事故で亡くなった生徒を追悼してビデオを再生し始めた。教師たちはバスがどのように道路から外れ、薄く氷が張ってあった水面に落ちたのか説明し始めた。バスが深く沈むにつれて、運転手と全ての子供たちを乗せたバスの重さで氷が崩れ、全ての子供たち、運転手を含む引率の教師が水死した事故だ。私はこの事件について全て知っていた。私たちの小さな町全体を震撼させた悲劇だったからだ。教師たちが死んだ子供たちの全ての写真を見せ始めると、スライドショーが終わるまで全てが順調だった。最後の写真が次のような文章で綴られていた。事故で惜しくも亡くなった長男マーク・ウォーカーに敬意を表して。私はそれを見て一瞬目がくらんだ。私は過去数ヶ月間話していた人物と全く同じ人物の写真がスクリーンに映し出されたのだ。ウォーカー校長先生は壇上に上がって感動的なスピーチをした。彼はしばらく話したが、最後に次の言葉で締めた。その朝、息子に電話をかけようとしたが、どうやら息子は電話をなくしてしまったようだ。もうこの世界には。最後にもう一度だけ彼の声を聞くことができるものなら。私はゾッとした気分のまま体育館を後にした。私の父はその様子に気づいて、父は私に大丈夫かと尋ねた。そして私は帰宅した後メールを書き始めた。しかし普段の早い返事なんて何もなかった。その沈黙が答えだった。私のメールの返信が途切れた。事件の余波を一人で経験することは私を狂気に駆り立てた。それで私は父に伝えようとした。しかし私が父に話した時、笑われただけで信用されなかった。次に校長に話をした。息子を失った校長は私の話を信じたかったのか、息子を思う気持ちが強かったのか、私の話を信じてくれた。校長は涙を目に浮かべ、黙って私をハグした。ありがとう。校長以外は誰も私を信じていませんし、多くの人にはその話をしていない。ところで、その iPhone は？黙って私は、その iPhone を校長に差し出した。これは？驚いた様子だった。その iPhone が自分の息子のものであることを確信した様子だった。そして校長はさらに私の話を信じるようになり、今までのやりとりの履歴を見始め、彼の目からは涙がこぼれ落ちていった。私は今二十歳だが、3年以上前に起こったこの事件の詳細を今でも覚えている。とても不気味な経験だった。今ではその彼とは何もありません。今となってはその不気味な経験をいろいろな人に明るく話せるようになった。私はかつて死者と話すことができる iPhone を持っていたと。はい、おしまい。今日は不思議な携帯電話の話をしました。私も霊界のお友達といっぱい携帯電話でお話ししているから、ある意味、この話と同じ、死者と話せる携帯電話なのかもしれませんね。では、皆さんも、良い悪夢。